よう、俺だ。なんだか信じられないことがいろいろあった。フェアウェルでのあの夜を覚えてるだろう？って忘れるわけないよな。オブライアンっていうネロの男、あいつが生きてやがったんだ。だからそのなんていうかちょっと思ったんだよ。ひょっとしたらお前も生きてるんじゃないかって。だとしたらこんなところに通ってる俺がバカみたいだけどな。まあいずれにせよお前はここで死んだわけじゃないが。ああ、その本当にすまなかったって思ってる、サラ。お前が手術を受けたってことをオブライアンから聞いた。6時間もかかったんだってな。お前は本当にタフだよ。キャンプが襲われた時も俺はお前のそばにいるべきだった。まあとにかくブーザーは無事だ。まあリッパーの野郎のせいで腕は失ったがな。というわけで俺たちはまだロストレイクキャンプにいるし、しばらくはあそこから動けそうもない。まあそんな感じかな。ブーザーが厄介な野郎なのは今も変わらないがな。こないだなんてあいつ酔っ払って外を出歩きやがってよ。まったく何考えてんだかな。とにかくあいつはちょっと心配だな。よし、じゃあそろそろ行くな。いや、また来るよ。じゃあな。アディ。ディーコン、どうしたの？ブーザーのことなんだが。何かあった？ああ、というか、その調子悪いとかじゃないんだが。慣れるには時間がかかるって言ったでしょ。いい薬はないか？抗うつ剤とかそういうやつだ。いや、ないよ。そうか。待って、話は聞いたよ。犬を殺してた奴らを追ったって。ああ、ブーザーのせいで二人とも死にかけた。じゃあそれが答えかもね。死にかけたことがか？違う、ブーザーは自分の命よりも犬が大切ってことでしょ。今ブーザーに必要なのはそれだよ。心を癒してくれる存在。わかった、ありがとうな。必要なものは？うん、全部揃ってる。行こう。なんか随分嬉しそうだな。ろうそくだよ、ディーコン。何？古いことわざ、暗闇を呪うよりろうそくを灯せ。この2年間ずっと呪ってばっかりだったけど、ロストレイクに電気が戻ればそれが希望のろうそくになる。ああ、問題もあるがな。問題って何？明かりは嫌な虫を引き寄せちまうだろう。それにこっちの居場所がバレやすい。おい、着いたぞ。そう、スウォーマーだ。いないと思ってたのに。いや、そううまくいかないだろう。よし、これで全部だな。そう。さて、直すにはまずあそこに登らないと。やったことあるのか？ない。でもなんだって最初は初めてでしょ。まあな。ほら、手を貸して。よし、いい？ああ。1、2、3。落ちるなよ。受け止めんのは無理だ。それはもう
ようにする。もうどこから出てきてんの？やばい、待ってろ。囲まれてる。分かった。楽しかった。また今度やらないとな。この周りに有刺鉄線をつけるようスキツォに言っとくよ。ニュートを防げる。その手の雑用は俺に回ってきそうだ。そうだね。もう一つやりたいことがある。どうして？ちょっと考えればすぐ分かることだよ。ベルナップの北の難民キャンプで行方が分からなくなって、でも最近ネロのヘリがまだ飛んでるって知って、また奥さんに会えるかもって希望が湧いたんでしょ。そんなとこだ。でもダメだった。ああ、そっか。別に大したことない、気にするな。分かった。全員揃ってんな。あとちょっと。施設の電力は全部ここを通る。ショートしないようにブレーカーは事前に片付けた。オッケー。いつでもいいよ。よし。みんな、聞いてくれ。よし。ここ数ヶ月は過酷だった。それは認めよう。食料や薬、何もかもが不足している。だが一つだけ足りているものがある。それがなければ他の何を持っていようと無意味だ。それとは信頼だ。少し前にドリフターが何人か加わった。こんな厳しい状況だ。ある者は追い出せと言い、ある者は信用できないと言った。だが今夜俺が言ってきたことが正しいと証明される。全員の力が必要なんだ。ここにいる仲間全員の名、このロストレイクにとどまり働くことを厭わず再建のため尽力してくれる仲間の力が、この数ヶ月の間リッキーはキャンプに尽くしてくれた。新たな仲間と協力しながら、これから起こることはドリフターを迎え入れなければ実現しなかったことだ。俺たちがあいつを信頼した結果だ。今夜俺たちはこの闇からついに抜け出す。休むよ。ちょっとどうしたの？なんでもない、来てアディに見てもらおう。写真の人が奥さん？ああそうだ。ああごめんね、悪いことを聞いた。いやいいんだ、昔の。
話だしな。でもどうなったかわからないのは辛いよね。何か私にできることはない？いや、ない。あ、この話はやめろ。ごめん。ねえ、アディ、明かりはついてる。いないみたいだな。アディ、いないの？まあ、じゃあ脱いで。え、脱ぐ？シャツを脱いで、座って。いや、大したことない。リーコ、感染症になるよ。そうそう。確かに私は医者じゃないし、いつも機械ばっかいじってるけど。あ、切り傷の処置くらいできる。そうか、俺にはスイッチや電線がついてないが、それでもちゃんと直してくれるんだろうな。じゃあやるよ。これはちょっと痛いかも。いい？あ、痛い。嘘でしょ。なあ、やっぱアディを待たないか。待って、ほら終わった。ガキだね。大したことなかったな。痛かったくせに。その傷、本当に戦争に行ってたんだね。何だかな。そうだった。これはどこで？アフガニスタンの時？それともクラブ時代？ああ、もう覚えてないな。じゃあこっちは？リキよ、こういうのはその、なんていうか、アディが嫌がるんじゃないか。ああ、きっとそうだね。で、こっちは？リキ、アディは関係ない。うん、オッケー。じゃあ明日戻ってきてアディに見てもらいなよ。きっとこれ以上やることないけど。リキ、その、リコ、まあ気にしないで。お大事に。ねえ、ディーコン、いつかさ、ろうそく灯してみなよ。暗闇の中、希望になる。